はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは。どうも、スシロカンナです。それでは今回もやっていきましょうか。はい、見ての通りですね。見ての通りです。何もないですね。説明不要です。まあ今回はですね、こんな姿になってしまったのでね、まあどうしようかなと思って、なんかガタしな、びっくりガタしようかと思った。まあ、気ままにね、この追加コンテンツをね、楽しんでいこうと思って、動画の方を回しております。せっかくね、この姿になったんですからね、いろんな人たちに話しかけていきたいのにね、話しかけれもしないんで。意外とちゃんと戦えるんですよ。こう見えて、こう見えてね、戦えるんですよ。もっと早く走りたいんだけどね。いや、あ、走れる、走れる。どうですか、皆さん。早いですね。持ってるよりも早いです。楽しい。なんだよ、これ。やっぱ駆け抜けねえとな、こういうさ。やっぱ広いですもんね。追加コンテンツすごいよね。これでさ、一本の別のゲームでも販売しても問題ないぐらいの広さだもんね。皆さんどうですか？ポケモンライフ楽しんでますか？私も楽しんでます。ちなみにこの動画のためだけに、どのクラゲのレベルを上げました。変わらずの意志を持たせ、今回走りたいがためだけに、このマップを走りたいがためだけに、このマップを走りたいがためだけに、走っております。あ、負けた！畜生！負けたよ。あ、そうだ、回復させねえと。待って待って、未来のんじゃないよ。回復させるね。レベル63まで上げたんだよ、どのクラゲ。ちょっとね、アメちゃん足りないからさ。もう動画のためだけに。行くぜ。ののちゃん行くよ。ののちゃんって言うと新聞の4コマ漫画のののちゃんになるけど。行くよ、ののちゃん。いや、本当はね、ドイツが面白いか。てか、これあれか。もしかして人が近くにいるから、走る速度遅いとかって言うのかな。そんな気配せん？あ、一緒だったかも。あ、でも爆速楽しい。走るの速いよ、やっぱり普通より。お前は誰だ？石粒てか。変わった子いないかな。どれぐらいのやつが倒せるんだろうね、ののちゃんって。爆速で楽しい。本当はね、ブロローンとかが早いんでしょうっていうのは知ってるんだけど、やっぱリクローでしょ。走るのならやっぱりリクローでしょ。というわけで、いかにエンカウントというか敵に当たらずにね、駆け抜けるか。まあ、緩い動画ですよ。目標なんてないです。目的なんかってないです。看板は読めないです。ポケモンだからか。看板が読めねえのか。悲しいな。敷地化にすら負けちまったぜ。ちなみにテストで取った時は、誰に負けたっけな。ポーラエリアから始めたからな。ポーラエリアだってサバンナエリアに来たよ。サバンナエリアまで駆け抜けてきたよ。ここ、そう、疾走感あるけど、ここの疾走感えぐいな。楽しい。楽しい。なんだろう、この動画。いや、珍しくね、今時のポケモンの動画をね、と思って視聴した方、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、ただこれだけの動画です。いや、やっぱね、ののクラゲで走ってみたかったんよ。走ってみたかった。いやー！勝った。勝ったよ。裁縫には勝てるんだ。わかった。いや、サイドンしかいない。オスとメスのサイドンしかいない。どうして？ザコには強い。ザコには強いのがわかった。ザコには強いぞ。やれ！やるぞ！私は勝つのだ。私に勝てると思うな。行こうか。やばい。ちょいちょい止まる。怖い。重たいんだね、きっと。ちょいちょい止まる。この機能すごいね。この機能でなんだろう。私はののクラゲ。私はののクラゲ。今日の私は、ののクラゲ。
あ、ザコは狩る。ザコには強気。強いやつには弱いぞ、とことん。いや、楽しい、やっぱね。痛み分けだって、やったー。持ってなかったんだ、へぇ。いやーって思ったけど、勝てる。雑魚には強い。相性がいい相手には強いのだ。相性がいい相手には強い。ただそれだけのことよ。虫はやだ。いやー、このコンテンツすごいですよね、本当にね。実際本編とか、ストーリー、このね、追加コンテンツのストーリーとかは実況してませんが、ちゃんとクリアまで遊ばせていただきました。楽しかったですね、やっぱりね。最近ね、ポケモンとちょっとやってなかった時期があったんですけどね。やっぱりね、コンテンツ来た時にやると超楽しい。上がるね。テンション上がりますね。まあ、ランクマには潜らないのでね。そうです。この私ことののくらげちゃんね、ののくらげことかんなちゃんね、ランクマは潜らないのでね、期待しないでください。配信もしません。なぜならこれは走っているだけだからです。ただ私がののくらげで走りたいがためだけの、何を言ってるんだろう、私はののくらげ。私が走りたいがためだけのね、動画ですのでね、大丈夫。何も心配することはありませんよ。当たらなければ続けれるんですよ、この配信。配信じゃない動画。あ、わしもんだ。わしもんには負けそう、危ね。わしもんには負ける。ちくしょう。わしもんには勝てねえのか、私は。だが、まだ。第2、第3、第4の違う未来ドンじゃない。出てこないで、未来ドン。行くよ。第3の私。行くのだわ、第3の私。君は一体何をしているんだ。行くよ。泳げないからね、でも、ののちゃんは。私ことののちゃんはね、泳げないの。金槌なの。だから、視界が悪いの。超視界が悪いの。早く建物じゃないの。洞窟に入るの。視界が悪いの。ジュゴンは怖いの。4倍食らうの。死ぬの。嫌なの。いや、でも、御三家がね、手に入るというのもいいですよね。錬金士を洞窟だったら余裕でありんすよ。拙者を撫でたら草と地面。いいタイプでござるな、拙者も。そうでござったな。そういえば、そんな設定もあったでござるな。設定で何でござるかね。拙者わからん言葉でござるが。降りても大丈夫でござるか。大丈夫でござるな。意外とスッとしてるでござるな。いいでござるな。やはり。やはり、これは楽しいでござるな。拙者は爆速するでござるよ。見向きもされないでござるな、拙者。意外とあれでござるよね。奴らの方から戦いを挑んでくるようなことはしないでござるな。拙者に恐れおののき逃げ惑うでござるね。これ拙者はどう帰ればいいでござるか。これ拙者はどう上に上がればいいでござるか。エレキネット。何者なんじゃ我です。何者なんじゃ我です。何者なんじゃアンナです。レベルが上がったでござるな。お主の目ん玉、エレキネット。どうも、通しろカンナでござるよ。まあ、実際今、ののクラゲでござるかな。今日は珍しくののクラゲでござるから。またコミカルに走るでござるな。いいでござるな、これ、やっぱり。ののクラゲにして正解だったでござる。本当は誰にするか結構迷ってたんでござるよ。のポテポテ感がいいでござるな。ポテジン、ポテジン戻る方法あったでござる。戻る方法あったでござる上に。違うでござるよ。ちょいちょいミライドン出てよ。ピン出ちゃうでござるな。どうするでござるか。いや、行くでござるよ。
終着点がないんでござる。この動画、終着点がないんでござる。どうすれば終着点でござるか。本当は一周しようかと思ったでござるけど、どのクラゲで一周ができるのかという動画にするつもりだったでござるけど、これは異様に無理でござるな。どうすればいいでござるか。まあ、センタースクエアでござるから、実質一周と言っても過言ね。ここをぐるりと一周回れば。そうでござるな。拙者、テラリウムドームを一周できたでござる。全エリア一周回ったでござる。まあ、ヘリクツはいいでござるな。ヘリクツはいいでござるよ。ほら、のぎたまえ人の子ら、人の子ら、驚きもせぬ。ここ来たでござるな。驚きもせぬな、この子たち。肝が座ってるでござるな。お主らは、見向きもしないでござる。普通、見向きするでござるけどね、こんなコミカルな、ノノクラゲがいたら。ここ行けないんでござった。飛べない、拙者飛べないでござるからね。本当は一番上から飛び降りようと思ったでござるが、ノノクラゲで飛び降りれなかったでござる。悲しいでござる。今はシンクロ化できないでござる。失敗したでござる。水はダメなんでござるな。意外といけると思ったんでござるけど、泳げぬ、泳げないんでござるね、拙者。寒いでござるな。早く温まるでござるよ。走るでござるよ。温まるためには走るでござる。やるしかないというのなら、走るしかないでござるね。何煽ってるんでござる。この少年煽ってるでござるな。まあいいでござる。この動画本当に終着点がないでござるから、何分の動画を撮るかどうかも何も考えてないでござるから、どうするべきでござるか。これはどうすることもできんでござるな。帰るでござる。帰れない。拙者。拙者。拙者飛べないでござる。拙者これ。どうすればいいでござるか、拙者これ。あ、なんか出たでござる。びっくりしたでござる。なんでござるか、これ。その技能知らないでござる、拙者。行っちゃったでござる。いっぱい出るでござるよ。あ、何度でも出せるでござる。なんでござるか、これ。拙者は今何をしてるでござるか。拙者、行けないでござる、そっちには。行っちゃったでござる。帰ってきたでござる。怖いでござる。なんでござるか、これ。ダンテさんのボールはないでござるか。拙者、ダンテボールが欲しかったんでござるけど。ダンテボールはできないでござるか。あ、意外とは行くでござる。どこ行っちゃうでござるか。拙者なんでこんな狭いところでやってるんでござるか。広いところに行きたいでござる。拙者もあの目のクラゲみたいになりたいでござる。拙者の肩は片割れじゃないでござるけど、あっちに行きたいでござる。拙者も乗れないか。拙者がこのボールに乗れれば嫌いでござるけど、このボールなんでござるか。なんつかうで笑ってるでござるか。何笑ってんだてめえ。消えちゃってござる。どこクラゲ殿、その背に乗せてはくれんでござるか。飛べない。拙者飛べないんでござる。絶対飛べるモーションあるでござるのに。クイックターン。飛べないでござる。どうするでござるか、拙者。助けてほしいでござる。いやー、死を覚悟するしかないでござる。辛いでござる。なぜでござるか。いや、だから良きものを知ったでござるな。おお、拙者どこでも、いつでもどこでも、いつでもどこでも、君とそばにいるができるでござるな。思い出してごらん、素敵な笑顔。どこ行ったでござるか。ボールがなくなっちゃったでござる。このボール何なんでござるか。変更とかできる、ボールの変更はできないでござるか。ボールの変更は別にどこでもできないでござるね。どこを押してもできないでござるね。みんな固定でマリルなんでござるかね、あれ。怖いでござるよ。別に誰かに何かをぶつけたと言ったところで何も。野生にぶつけたら何かあるとかあるんでござるか、これ。あ、主人公に当たって。ボルゴルにシュート飛び越えちゃったでござるね。じゃあ、やばそうなんじゃん。喧嘩売るでござるか。喧嘩売れない。あ、全然コントロール、濃厚でござるな。いえ、当たってないでござるな。食らうでござるよ。あ、見向きも、あ、見向きもされないでござるな。こんなに周りうろちょされて。あ、当たってもなんもないんでござるね。なんだ、ぶち切れ。切れたでござるか。怒っちゃやでござるよ。あ、消えちゃったでござる。拙者が
拙者が圧力で消してしまったでござるな。拙者が圧力で消してしまったでござる。じゃあ子供と戦っておくでござるよ。負けちゃったでござる。4倍だった。4倍でござったな。そうでござった、拙者。拙者体力は半分しかないでござるが、まあ。拙者は弱い奴には強いでござるからな。執着点がないでござる。この動画は執着点がないでござる。どうするべきでござろうか。あ、こっち行っちゃダメなんでござった。じゃ、もう、幽閉されてしまったでござるから、この孤島に。今回は、この辺で終わりたいでござる。終わりたいと思うでござるよ。久しぶりのポケモン、どうしようかと思って、急遽取ったんでござるが、ボール遊びもできないでござるね、これ。ボール遊びもできないでござる、この、水中だ、水上だと。拙者は、ここから幽閉されてしまったでござるから、やはり喋るののクラゲは幽閉される定めなんでござるね。ここで閉じ込められて余生を過ごすでござる。それでは今回は、珍しく、このような動画を撮ったでござるが、いかがだったでござろうか。それでは次回の動画で会うでござるよ。ボールあっち行っちゃった。せい!バイバイでござる!